昨今マフラースカーフの巻き方ということでいろいろこうおしゃれな巻き方っていうのが増えてきているんですけれども、頑張っておしゃれをしてるっていうふうにこうどうしても見えてしまうんですね。この巻き方の本領発揮するのはですね、私はコートを上に着た時だと思います。色を持ち込むのが怖いなと思ってダークカラーのマフラーでほぼ完結しているという方も少なくないと思います。こんにちは、ベルンの竹内です。今日はマフラーの使い方と選び方についてお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。1月になってぐっと気温が冷え込んだのでマフラーを使い始めている方も多いと思います。マフラー普通に使っているけれども、いやこのマフラーは本当に大丈夫なのかな、かっこいいのかな、間違った使い方してないかな、もうご自身で似合うものを選んでいる方もいれば、まあ分からずとりあえず寒いからマフラーをつけようというふうにこう暖を取るためにマフラーを使っている方もいらっしゃると思います。まあ、その中でですね、私はもう本当にシンプルに、まあ、マフラーはこういう風に選んでこういうものを使えば間違いないものを選ぶことができるという風に今日はお話ししたいと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただけたら幸いです。このようにこのチャンネルではメンズファッションをかっこよく正しく着たいという方に向けて発信しておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。まあ、それでは早速お話ししていきたいと思います。まずマフラーの巻き方についてこうお話ししたいんですけれども、巻き方ですね、本当にこういろんな巻き方がこう出てきてますね。こうあそこを通してここを通してっていう巻き方がたくさん出てきたりとか、こういう風にすればすごくおしゃれに見えるっていう巻き方もたくさん出てきてるんですけれども、私はマフラーの巻き方はですね、この2つ覚えておけば十分だと思っています。まあ、その2つなんですけれども、まず1つ目はですね、もう本当にシンプルな一番王道の巻き方ですね。まずこれをまあ2つに折っていただいてですね、まあここの輪っかをこういうふうに通してこう巻く、もう本当にシンプルなこの巻き方です。私がなぜこの巻き方を推奨したいのかと言いますと、こういろいろですね、こう昨今マフラースカーフの巻き方ということでいろいろこうおしゃれな巻き方っていうのが増えてきているんですけれども、まあそういったこう巻き方はですね、私の中では頑張っておしゃれをしてるっていうふうにこうどうしても見えてしまうんですね。まあ、そうではなくて、私の考え方としては質の高いマフラーをシンプルに使うっていうことが私は間違いのない使い方だと思っていますので、まずはですね、シンプルで上質なものを選んでいただいて、巻き方もシンプルな巻き方をするというのが私は間違いのない、こう外すことのない着こなし方だと思っています。まあ、おしゃれな巻き方をどうしてもされたいという方はですね、マフラーにあんまりこう色であったりとか柄アクセントがあるものではなく、もう極力シンプルなものを選ぶ方が間違いはないです。やはりですね、この巻き方自体にこうアクセントをつけてしまう中で、よりこう色とか柄でプラスアクセントをつけてしまうと、やはりこうトゥーマッチになってしまうので、私としてはどちらかをこう引き立たせるっていう意味で、そういう巻き方でおしゃれをしたいのであれば柄をシンプルにする、やりすぎないことがこの洋服を楽しむ上で私はまず基本として押さえるべきことだと思っています。もう一つ目の巻き方ですけれども、これはですね、ジャケットだけではなく、まあ、コートを使うときによく使う巻き方です。まあ、これも本当にシンプルな巻き方です。もうこれを垂らすだけです。もうこれで以上です。まあ、ジャケット、今日のようにですね、ジャケットでこの巻き方をされたい場合でしたら、まあ、ここでボタンで中に入れるっていう着こなし方、こういう着こなし方がいいと思います。ジャケットでこの着こなしをする場合で気をつけるべきこととしては、マフラーの長さはあまり長すぎない方がいいですね。このマフラーが長くなってですね、ここの下がズドーンとかって出てしまうとみっともなくなってしまうので、私のイメージとしてはジャケットの裾より下に行かない方がいいと思います。なのでこのぐらいの長さでやれば程よく収まるので、ジャケットの着こなしにもこういう巻き方をしても大丈夫です。ぐっとこなれた雰囲気が出ますよね。この巻き方の本領発揮するのはですね、私はコートを上に着た時だと思います。コートをこういう風に着てですね、こうやってこうタラッと垂らす着方ですね。私はこの垂らす着方ですね、やはりこのコートに合わせる時に間違いなく映える着方だと思いますので、まあ、こういう風にですね着ていただければと思います。次はマフラーの色柄選び方についてお話ししたいんですけれども、色を持ち込むのが怖いなと思って、こういうダークカラーのマフラーでほぼ完結しているという方も少なくないと思います。私はこういったマフラーという面積の少ないアイテムだからこそ、ぜひ色柄で遊んでいただきたいというふうに思います。なので
さっきお見せしたようなこういったネイビーであったり、まあ、こういった暗い色味のもの、もちろんこれも1つや2つあっていいんですけれども、こういったマフラーはですね、コートに主役を持たせた時に活躍します。例えばコートがキャメルであったりとか、まあ、スカイブルー水色のような色であったりとか、すごく明るい色の時にこういった首元でシックにグッと締める合わせ方は間違いないので、私はこういうマフラーはですね、シックなコートではなく、少しこうコートが主役になっているようなコートに合わせることをぜひお勧めしています。ですけれども、コートで華やかな色を持たせるっていう着方はですね、なかなか多くの人ができる着こなしではないです。やはりほとんどの方はコートはネイビー、グレー、黒、まあ、この3色に収まると思います。この3色に収めた中で、私はぜひ選んでいただきたいマフラーの色としては、まあ、今たまたまお店にあるものでこうお見せしてるんですけれども、まあ、こういった明るい色味ですね、まあ、こういったものを巻いて首元だけでも華やかさをプラスするということを私はぜひやっていただきたいです。そしてこれはですね、今お見せしているのは無地なんですけれども、この無地ではなく柄物にも私は挑戦していただきたいです。例えばこういったものですね、ブルーに赤のウィンドウペーンが入っている、まあ、グレンチェックのプリンスオブウェールズの柄、まあ、こちらも色違いですね、まあ、こういった赤系統の色、こういったものですね、私はぜひ男性の人にこう果敢につけていただきたいというふうに思います。一見するとすごいこう派手になってしまうんじゃないの、こうファンシーになってしまうんじゃないのというふうに思う柄ではあるんですけれども、これはですね、シックなコーディネートに差し色にするとですね、グッと華やかな雰囲気が出ておしゃれさが出るので、私はマフラーはですね、面積の少ないアイテムだからこそこういう風に楽しんでいただきたいという風に思います。まあ、あとはこういった柄もありますね、ブラウンにブルー、まあ、この組み合わせは王道ですね、アズロエマローネ、前の動画でもお話ししてますけれども、こういう色合わせであったりとか、まあ、ちょっとクロート好みですけれども、タッターソール、私の大好きな柄ですね、まあ、こういうこうクラシックな柄ですね、楽しんでいただいても間違いはないです。まあ、私が普段使っているマフラー、ちょっとこうお見せしたいんですけれども、完全にこれはもう趣味が偏ってますね。まあ、私の好きな色ですね、こういったモスグリーンとキャメルのこのダブルフェイスのもの、これはジョンストンズですね。そして、まあ、こちらはラルフローレンなんですけれども、ブラウンの、まあ、千鳥にこうオーバーペインが入っているものですね。あとはこれもカントリーテイストの柄ですね。私はマフラーのように面積の少ないアイテムだからこそ、自分のおしゃれっていうのをぜひここで表現してほしいというふうに思っています。あとは素材についてなんですけれども、素材もいろいろあります。ウールであったりとか、カシミヤ、かつその他にラムール、アンゴラ、そういったものがいろいろあるんですけれども、私のおすすめとしてはぜひですね、カシミヤもしくはラムール、アンゴラ、そのあたりの素材を選んでいただきたいというふうに思います。もちろんウールのマフラーっていうのも私も持っていますし、決してダメなわけではないんですけれども、こうマフラーっていうアイテムをですね、考えた時にこれはこう費用対効果の話になるんですけれども、ウール 100% のマフラーよりカシミヤ 100% のマフラーの方がですね、費用対効果が明らかにいいんですよ。まあ、このウールのマフラー、このジョンストンズ、私が持っているのはジョンストンズとかジョシュアイリス、この辺のブランドであれば、ウール 100% のマフラーは大体まあ1万5000円前後で買えるものです。対してカシミヤ 100% になるとですね、大体まあ3万円から4万円、そのぐらいの価格になるんですけれども、このマフラーっていうのは意外と耐用年数が長いんですよ。使う時期も限られていますし、すごくアクティブに使うものではないので、普通に使っていれば10年それ以上は使うことができます。ではこの1万5000円とこの3万円前後、この1万5000円の差をこうケチってですね、いやウールでいいやっていうふうにやるのではなく、ここで少しですね、いやちょっとカシミヤ買ってみようかなっていうふうにカシミヤのものを購入するとですね、やはりこの肌に直接触れるものなので、本当につけていて気持ちがいいです。気持ちが高揚するものっていうのは、私はそれにお金を出す価値はあると思っているので、この辺はですね、ぜひ妥協せずに、よしカシミヤ 100% のマフラーちょっと持ってみようかなっていうふうに挑戦してみてもいいと私は思います。まあ、これがなぜこう費用対効果っていうふうに話をしたかと言いますと、マフラーだとこのぐらいの差になるんですけれども、ジャケットであったりとかコート、そういった重量大きなアイテムになってくればくるほど、ウール 100% のカシミヤ 100% の差っていうのはどん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 大きくなってしまいますので、この小さな面積だからこそ上質な素材をリーズナブルな価格で楽しめるっていう意味では、私はとても費用対効果の高い買い物だと思いますので、ぜひ私はですね、カシミヤ取り入れていただきたいと思います。
もしくはラムールとアンゴラ、この2つの素材が折り合わさってマフラーになっているものもあるので、それもとても素材感としては肌なじみがいいので、そのどちらかぜひ選んでいただきたいというふうに思います。最後にお話ししたいのはマフラーの合わせ方なんですけれども、私が今日着ているこう柄物のジャケット、こういうものを着る方も多いと思います。まあ、こういうものにですね、柄物のマフラーは合わないんじゃないかというふうに思われている方に私は言いたいんですけれども、そんなことはないです。まあ、これは柄と柄を合わせるっていう考え方につながるので、これはマフラー以外のことでも言えることなんですけれども、私が今日着ているウィンドウペン、少しこう格子の柄が大きいものですね、こういうものであればこのようにですね、柄が小さく出ているものは合わせても大丈夫です。反対にですね、まあ、こういったまあ、タッターソール、まあ、今日私が着ているのはウィンドウペンと格子の柄が少し近いので、このあたりは気をつけた方がいいです。なので、この今日はウィンドウペンのジャケットを着ているから、このぐらいの細かなチェックだったら大丈夫だなっていうふうにぜひ考えていただけたらと思います。この反対もそうです。今日は例えば千鳥のジャケットを着ていて、こういうマフラーをつければ少し喧嘩してしまうので、そういった場合は少し大判の格子柄のマフラーであれば問題なく合わせることができます。あとはマフラーを合わせるときは上にコートを着ることが多いと思います。私はそうやってですね、こうコートを着るときには、まあ、コート大体無地のものが多いと思います。柄物のコートを着る方も多いと思うんですけれども、柄物のコートを着る場合はですね、私が最初にお見せしたような無地のマフラーを合わせていただく方が間違いはないです。まあ、ほとんどの方がですね、こういう無地物のコートを着ることが多いと思うので、こういう無地物のコートを着る場合はですね、マフラーも柄どんどん挑戦していただきたいというふうに思っています。というのも、マフラーでも無地を選んでしまうと全身無地になってしまうんですよ。その全身無地っていうのも決して悪くはないんですけれども、アクセントとしてコーディネートを引き立たせるっていう意味では、マフラーに柄差し色を持ってくるのは私はとてもいいコーディネートの仕方だと思います。こんな感じです。ここに色柄を持ってくるとですね、グッとコーディネートが引き立ちます。これを無地のマフラーにしてみたいと思います。こんな雰囲気です。決して悪くはないんですけれども、なんだかちょっとお行儀が良すぎるコーディネートになってしまいました。私はですね、このように面積の小さいアイテムで華やかさを楽しむっていう方が間違いのないおしゃれの仕方だと思いますので、ぜひそういうふうに考えていただけたら間違いはないです。こういった面積の大きいコートでですね、色を楽しむっていうことももちろん素晴らしいことなんですけれども、まあ、コートそんなにこう何着も持ってないよという方はですね、コットはやはりシックなものが無難で間違いないと思います。その中でマフラーであったりとか手袋であったりとか、そういう小さい面積で少しこう色を持たせて華やかさを出していくという方が、私はこう自分自身も周りもですね、こう見飽きずに洋服を楽しんでいくことができると思いますので、ぜひそういうふうに考えていただけたら、より長くですね、自分の洋服を楽しんでいくことができると思います。あとはマフラーのブランド、いろいろあるけれども何選べばいいのっていうふうに迷われている方にですね、私はお話ししたいですけれども、本当にいろいろあります。いろいろある中で私もいろいろ知ってますし、いろいろ持ってるんですけれども、私がおすすめするのはですね、まあ、このジョンソンズ、もしくはこうジョシュアエリス、その辺のブランドを持っていれば私は間違いないと思います。この2つのブランドはですね、大抵どこの百貨店、どこのセレクトショップにでも置いてありますので、2大スコットランドのカシミヤメーカーが作るマフラーっていうものはですね、私は持っておいて間違いのないものだと思います。最後にまとめますと、マフラーの巻き方は2つ覚えていただければ十分だと私は思います。この中に通す結び方と垂らす結び方ですね、まあ、この垂らす場合はマフラーの長さに気をつけてください。そして色柄もですね、こうシックすぎるものではなく、少しちょっと華やかな色味の、明るい色味のものを選んでいただいて私はいいと思います。色ももちろんですけれども、柄もですね、小さい面積だからこそ、その色柄を楽しむっていう風にするだけで、コーディネートがぐっと華やかになるので、そのように洋服を楽しんでいただけたらいいと思います。以上です。動画が面白かったと思っていただけた方ですね、グッドボタン、あとはコメントもお待ちしております。あとは私のホームページの中でですね、The Book というコラムを書いていまして、その中にですね、洋服の正しい着方だったりとか、まあ、歴史から基づいた洋服のあり方など、いろいろ詳しく書いていますので、洋服のことをもっと正しく知りたいという方はですね、概要欄に貼っておきますので、ご覧いただけたら幸いです。それではまたアップいたしますので、よろしくお願いいたします。どうも、ありがとうございました。